アニメを。2019年度の完成を目指し、名古屋を拠点に初めて本格的なアニメ制作が始まる。そんなアニメの制作風景を裏側まで全て見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。アニメのお仕事教えてスペシャル。アニメ制作について一から学ぶことができるこの番組。今回のテーマは仕上げ。仕上げというお仕事がどんなことをするのか、皆さん想像できますか？仕上げ。仕上げで出てきてたんですけど、はい、今まで行った人たちは仕上げじゃないんですか？いや違いますね。編集も仕上げじゃないですか？仕上げじゃないですね。なんか編集って仕上げっぽいんですけど仕上げはもう一素材、セル素材ですよね、キャラクターとかの、はい、色をつけていく仕事のことを仕上げさんっていうので、うん、あ、そうなんだ、はい、昔透明なそのセル画に線画だけあるわけですよ、はい、そこに指定された色で絵の具をつけていく人たちが仕上げさん。あれ色彩の人たちは、あれは設計するだけ？そう、このキャラの髪の色はこの色で塗りましょう、目の色はこの色で塗りましょうって、全部の塗る色を決め込む人が色彩設計さん、うん、色つける人は仕上げさんって 、はい、別人なんですか、うん、です。美術はまた美術さんなんですよね、うん、キャラクターとかメカニとか、そうですね、小物とか、うん、そういうのに色をつける、うん、そうそうそう。え、じゃあそれこそやばくないですか？だってもうデジタルになってるんですよね。そうです、うん、なのでさっきこの中に仕上げっていう言葉を使ってない作品があるじゃないですか。仕上げってほぼ出てきてないですよ。これ出てないです。出てない、あ、仕上げは仕上げほぼ出てない。ごめんなさい、監督みたいな人がいなくってですね、うん、仕上げ班のリーダー的存在の人とかはいるんですけど、うん、監督業にはなってないんですよ。ほう、ってことはこういう役職であまり乗らないんですか？乗らないですね。影の立役者、うん、ただその仕上げさんを経験して、まあ、色彩設計に上がっていくっていうルートになってるので、うん、あ、そっちなんだ。だからもうエンドクレジットには普通に、うん、仕上げというのがあります。あとこのデジタルペイント個人名とか会社の名称とかは載ります、ね、はい、なるほどなるほど。俺完璧仕上げって言ったから、うん、最後みたいな、フィニッシュみたいな、はい、フィニッシャーみたいな、はい、あ、全然途中です。いや違う、あ、そうなんですね、はい、だから俺ずっと、うん、仕上げは最後に撮っとこうと思って最後に出したつもりで全然途中だったんですよ、はい、順番的にちょっと説明がねなんだ感じになりましたけど、仕上げすることでようやっとアニメになるって感じ。アニメらしくこういうセルガが仕上がるって感じですよね、はい、確かに仕上げという言葉だけを聞くとそんなことを想像しちゃいますよね。ただここで一つ疑問が。 CG の人にも仕上げさんはいるんですか？ CG はいないんです。これ誰が色つけるの？CG アニメーターがマルチ全部やっちゃいますね。そうです、原画から動画仕上げまで CG アニメーター一人でやっちゃいます。へえ。なんで CG アニメに関しては本当なくなっちゃうんですよ。なるほどね、うん、すげえな。 CG はもう本当何でも屋さんではそういうことなんですね。そういうことで次回は制作進行のお仕事について教えてもらいます。お楽しみに。